まず1、本日の議事日程についてを議題とし、両括弧1、市長追加提出の選挙案件について説明を求めます。委員長。岩本財務部長。はい、おはようございます。おはようございます。財務部岩本でございます。追加予定の予算議案第85号につきまして、すみません、座りまして説明をさせていただきます。どうぞ。今回一般会計補正予算第4号としまして、総額6970万円を予定しております。その内容は、9月28日に衆議院が解散され、10月22日に選挙が行われることになりましたので、衆議院議員選挙にかかる経費の補正を行う予定でございます。なお、衆議院議員選挙につきましては、10月10日に公示され、10月22日に投開票が行われる予定であります。選挙公示執行までの準備期間が大変短く、早急な対応が求められますので、本日10月3日の本会議での選議につきましても重ねてお願いするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。ただいま説明が終わりましたが、何か質疑はございませんか。なし。なし。なければお分かりいたします。ただいまの市長追加提出議案、すなわち議案第85号八代市一般会計補正予算第4号の一件については、本日の会議において選議することにご異議ございませんか。なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に本件についての委員会付託について協議いたします。付託はいかがいたしましょうか。なし。はい、委員長。はい、大倉委員。はい、歳入の方も、国の方からということではっきり分かっておりますし、歳出についても、選挙一本ということで、これまで、流れを見てくると、関連でいくと予算議案というのは委員会付託をしながら審査をしてきたというのが、先例に習ったところでもありますし、そういう取り組みをしてきたというふうに私理解するんですけども、今回につきましては期間もありませんし、先ほど言いましたように歳入歳出というのが一本で分かっておりますので、特例という形で、委員会付託なしということで私はよろしいんじゃないかというふうな思いを持っております。ただいま大倉金から、特例というような言葉も入っているご提案ですが、皆様いかがでしょうか。はい、橋本議員。特段委員会付託にする必要もない案件ですので、私は委員会付託なしで。はい、はい、本本議員。橋本議員が言ったようにですね、これはもう委員会付託に要するような案件じゃないというふうに思っておりますので、そのまま言ったらいいんじゃないですかね。はい、いいなし。はい、今意見を集約しますと、特例だ特例だではないというようなことで、共通するのは、付託しないということでございますけれども、それで、お諮りしてよろしいですか。はい。それではお諮りいたします。市長追加提出の選議案件1件については、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。ここで本日の議事日程について事務局の説明を求めます。委員長。東坂議会事務局長。はい、おはようございます。おはようございます。それでは本日の議事日程について説明させていただきます。申し訳ございませんが、着座にて説明いたします。どうぞ。それではただいまご協議並びにご決定いただきましたことを踏まえ、本日の議事日程について説明いたします。この後9時30分から全員協議会が開催されますので、成松委員長から追加提案についての報告がございます。本会議では4名の方々の質疑一般質問の終了後に市長追加提出案件となり、提案理由の説明の後選議することの決定をいただき、質疑委員会付託の省略討論採決となります。なお委員会付託が省略
ということになりますと、執行部では追加提案の補正予算についてこの後の全協議会終了後に概要説明を行いたいと考えていらっしゃるようでございます。以上です。はい、ただいまの説明の中で全員協議会終了後に執行部から概要議案の説明を行いたいということでございました。そのように取り扱うことにご異議ございませんか。なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。紹介します。委員長。はい、大阪議会事務局長。はい、本日別紙で議会専用 Wi-Fi 接続のご案内という印刷物を配布していると思います。ご覧いただきたいと思います。この度鏡市長3階に議会専用 Wi-Fi を整備いたしました。そのネットワークへの接続方法の手順を示したものでございますので、今後ご活用いただきますようお知らせしておきます。以上でございます。はい、ただいまの報告の通りでございますので、ご活用願いたいというふうに思います。他に何かございませんか。なし。なければ以上で議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。